なんとか、はい、最初小野寺がね、あれやったら野球しかちょっと不安になったんですけど、はい、なんとか、はい、とどまりましたね。よしよし、ね、軟式のボールは打ちにくいですか、お二人どうですか。やっぱりスイングが速いんで、多分軟球なんで潰れますね。なるほどですね。潰れて上がったし、はい、なるほどなるほど。みんなスイングが速いから、はい。さあ、一番は藤波選手ですよね。わーお、うわー、まあ、楽しみですね。わ、遠藤ピッチャーも早いですね、球。お、ほんまに。いや、この一本原チーム、通い生チームはね、おい、いいですね。これはガチンコだ。覚えてますよ、東海大相模で甲子園のマウンドで素晴らしいピッチングしたの。松川のやつやりますか。同点に追いついてほしいですね。はい、じゃあではまず梅野キャプテンにくじ引きしてもらいましょう。これ重要ですよ皆さん、シチュエーションね。まずは、はい、これ超重要。何、ね、なんだなんだなんだ。ワンアウト三塁から攻撃開始。あ、これはチャンスです。まあ一応チャンスですよね。まあ、ワンアウト取られちゃったけど、はい、ワンアウト三塁で1番が藤波選手。じゃあちょっとランナーに行っていただいて。さあ、三塁ランナーはどなたでしょうか。誰かが三塁ランナーですね。津田行きますか。なんでこれ何を見に来たんですか。こんな強引感のことないですよ。いかんねえの。じゃあ9番バッターですね。藤波選手もちゃんとケースを確認して打席行きます。ファースト藤波、背番号19。あ、ランナー秋山選手来ました。秋山選手一石組がランナーですよ。さあ、くじ引きですね。はい。いや、藤波選手もね、バッティングいいですもんね。めっちゃくじ引き2回目、梅野選手。これは、塁上のランナー1人没収。秋山選手、帰って。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ただのワンアウト。ただワンアウト。ええの引いたな、梅ちゃん。さあ、ワンアウトランナーなしでバッター藤波選手です。さあ、こっから、はい、おー、初球だ。佐藤輝明、おー、これ、はい、ツーアウト。リクエストやった。いや、ダサい、ダサい。リクエストいらん。余裕だ。一応出しますか、リクエスト。あ、ちょっとね、足が離れた。足離れた。あ、ちょっと見ましょうか。リクエストがありましたんでね。確かにね、ちょっと足早かったような気がすんねんな。そうですね。あ、どうだ？むちゃくちゃアウトです。おい！足離す。アウトです。余裕です。びっくりするアウトですよ。あとリクエスト1回です。足が離れた。足が藤波さん真剣すぎます。はい、藤波さん真剣すぎます。気をつけて、浜地。ね。ツーアウトランナーなしです。2番、ランナーなし。普通です。長坂。背番号57。お、さあ、長坂さん。さあ、ここでシチュエーション変わるでしょうか。ヒット打ったんですよ、ここは。え？ヒット打ったら1点。おお、これは大きい。ヒットが出たら1点になるってこと。これはいいよ。なるほど、チャンスと一緒ですね。はい、ホームラン打ったようなもんですよ、言うたらヒット打てば。これはヒット打ってほしい。これを打ちたい。金属バットで中坂選手、うん、おっと、おっと、ライト前に、ああ、これは平凡でした。しっかりアウトになりました。しっかりアウト。2者凡退、ね、この手早いですね。初めて見た。2者凡退。